泡を立たせます。割り箸を入れるとそれ混ぜるからすら空気があるのね。これの中に割り箸に気泡があるか出てるの、気泡が、はい、すごい泡が立つんです。皆さん知ってましたか。割り箸の気泡がどんどん上がってきてるし、これノンアルでしょ。これノンアルですよ。ノンアルでもアルコールでも、そうそう、結局炭酸に泡を出せるときに、はい、ルビちゃんのもやって。あざす。もう泡がなくなったんで、わーい、自分でやりましょうか。ラさんやってもらうまいかもしれない。あ、ほんとじゃ下から上がってくるでしょ、泡が。混ぜなくても知らんかった。賢い。これはまた一つ賢くなった、うん、どうかな。そう、私前に教えてもらったんですよ、ね、教えてもらって、それから時々ね、居酒屋でね、大概10人ぐらいだったら最後に、最初に見えるのがなかなかね、ね、綺麗にうまいぐらいなんですよ、うん、すごいこれは知らんかった、ちょ自分も僕は口づけだけど、あ、出る、まあ、これも周りがね、こう冷やいからよく見えるけど、新しい割り箸だったらもっともっと出るはず。だんだん。そうそう、やっぱり急あれが。お、すごい立った。あ、すごい。混ざるとすごい。